すごい、人参かこれ、ね、あ、レタスまで来た。今日は2023年の10月27日で天理に来てます。はい、ここでまたね、お届けする野菜ボックス、作ってます。あとはまあね、ここの農家の方に昨日にお世話になったんで、その作業手伝い、 お礼に作業手伝いに来てますということで、今日も鶴取ります。すごい大根、めっちゃでかくなって、こんなやっぱ大きくなるもんなんですね。私のとこは葉っぱだけ出てきたくらいで、間引いてすらいなくて、間引かないとね。なるほどなるほど。
旅動画投稿してます。2023年10月30日に撮影してます。倉庫必要です。倉庫貸してください。お願いします。広かったら広いほどいいです。倉庫貸してください。お願いします。そんな動画投稿です。こんなんね、いただいたものがいっぱいあるんですけど、これを一個一個修理したりする場所、置いとく場所が必要です。はい、倉庫お願いします。出てきてほしい。倉庫倉庫倉庫、今一番欲しいものは倉庫。次の誕生日プレゼントも倉庫が欲しい、貸してほしい、クリスマスプレゼントも倉庫貸してほしい、お年玉も倉庫貸してほしい。そんな感じです。倉庫ね、え、なんか畑とか空き地倉庫にしていいよとかいうのもね、あると嬉しいです。あと同じで車の整備できる場所も欲しいんで、同じような倉庫とかアスファルトになってるとこ、それはですけど、場所が欲しいです。欲しい、お借りしたいです。ということで、倉庫お持ちの方よろしくお願いします。